はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきましょう。スターホースポケットプラス。さて、今回ですね、SWBC チャレンジです。十分ですね。適正な打開銃です。何か用ですか？思い切って調教しましょうね。ところで、期待が持てます。いい感じですね。これで492キロがベストオーバー体重なので、いい感じですね。この種類出走ですね。WBC です。35本もあるのか。観戦しましょう。今の調子なら勝つ見込みは十分です。ただいまより投票受付を開始します。5頭います。 SWBC は右2つが二重丸ですね。刹那ってなんだこれ。謎の戦法を打ってます。光ユーマピエタ、さあこの ライトに照らされて、オープニングと一緒ですね。この辺は
して、こう決闘のメタファーが出ました。スーパー WBC、SWBC 発想です。時間を、そして空間を超えて歴史に名を刻んだ勇士が集いました。スーパーワールドブリーダーズカップ、さあいよいよスタートです。世界一の称号をかけてスタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。片の川上が行く構え。3番オルコックアラビアンが上がってまいりました。その後ろ5馬身くらいあってヘロド、そのうちからは8番エクリプス、ちょっと離されまして9番ロドルフィンバルム、内から1頭6番サンドペガサス、5番マッチェム、塩辛ちょうだい、ダーレアラビアンがそのうちにいます。その後ろ3馬身くらいあってブルーエムブレム、それから1番マイアリーターク、そしてシンガーアラビアンが大きく見えているという展開です。2番手、もう一度前から整理しましょう。先頭を行くオルコックアラビアン、大きくリード片野川上、世界の舞台で実力を証明するか。そしてその後ろから11番ヘロド、エクリプス、ちょっと離れて6番サンドペガサスにあります。外を通りまして9番ゴドルフィンバルム、マッチェム、差が開いて12番塩辛ちょうだい、そのうちに2番ダーレアラビアン、世界最高の栄誉まであと 400m を切りました。畑の川上は2番手、最後のレース先頭レッドとオルコックアラビアン、頑張る頑張るオルコックアラビアン、1番内オルコックアラビアンが頑張っている。3番手に畑の川上、怖い馬が来た。6番サンドペガサスだ。サンドペガサスが抜け出した。すごいな、圧勝だ。2番手にワイヤリーターク、サンドペガサス、これはもう楽勝です。サンドペガサス1着、一番人気に見事答えました。2着争いの世界になってしまっています。片川上力がつきました。よく頑張りましたね。7着1着6番2着12番3着1番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。これで引退ですね。もちろん繁殖入りです。何か用ですか。自分は2勝あげましたね。はい、ということで次回からこの片の川上をベースに生産を行っていきます。果たしてどんな馬達成できるのか。大重ねもありますからね、より強い馬が出てくることを期待したいと思います。見ていただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。説明欄にこれまで遊んだこのゲームの、動画プレイリストに載せております。プレイリストリンク載せております。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。